今年も食糧野球の時期が到来しようとしている。購読者諸君には通告せねばならないことがある。それは球団の名称変更だ。今年から名古屋金庫軍と翼軍は合併し、大洋軍となることが決定している。またライオン軍は不適切な名称であるため朝日軍と解消することとなっている。この部分には気をつけてもらいたい。それでは今年の公式戦の実施方法をもう一度整理しておこう。今年も春夏秋と3期に分けて行っていく。それぞれの時期では各球団が4試合ずつの総当たりで戦っていく。つまり1球団1期28試合、年間では84試合戦うこととなる。前年度から比べると20試合ほど減少しているが、その分選手は我々に素晴らしい動きを見せてくれるだろう。今年も巨人軍が強そうだな。そうだな。昨日の開幕戦は須田博が完封、今日の試合も沢村栄一が完封だ。沢村はなんだか去年よりも良い感じに体が動いているが気のせいかな。いや、そうでもないかもな。どうやら沢村は坂池の霊嬢と結婚できるらしい。結婚できないかもという悩みの種がなくなったということもあるだろう。あれ、前は継承問題とかで難しかったんじゃないか。ああそうだ。元々の社長の坂井宗太郎は亡くなったが、さらにその父親であり創業者である坂井六十郎の息子が事業を発展させたから、その息子が継ぐことが決定して問題が解決したらしい。それで通学通退者の沢村と霊嬢の坂井の結婚が許されたんじゃないか。そうだったのか。よかったなぁ。こうして沢村栄治、坂井優の両人はこの年の5月7日、大阪堺市内の神社で小さな結婚式を挙行し、幸せな生活を送ることとなった。だがその生活は長くは続かなかった。沢村栄治2回目の徴兵である。沢村さん、少数霊嬢を持ってまいりました。おめでとうございます。お疲れ様です。また来たか。どうしてなの。前に軍に取られた時から1年半しか経っていないのに。多分大学に行っていないからかな。しかも中学を中退しているわけだし。それでもまあ次行っても必ずここに生きて帰ってくるから心配するな。絶対大丈夫だから。こうして沢村は秋季シーズン途中で巨人軍を離れ、歩兵第33連隊に入隊した。11月末に入り、フィリピンの戦場に向かうため輸送船へと乗り込み、その戦場でアメリカなどの国々と戦闘状態に入ったことを聞いた。かつてアメリカ中を動き回り試合をした経験がある沢村がこのことをどう思ったのか今では知るすべがない。さて今年もこの季節がやってきた。そう、食糧野球の総評だ。今年は特に食糧野球が注目された1年となった。なぜならば、昨年に続いて全国中等学校優勝野球大会、都市対抗野球は中止となったからだ。ただ、補足をしておくと文部省などの主催で大日本学徒体育振興大会のうちで野球は行われた。この大会では徳島商業が優勝した。このことは覚えておいて損はないだろう。話を戻そう。今年の食糧野球の主役はやはり巨人軍であった。年初に、吉原正義、千葉茂などが入隊したが、春と夏は、川上哲治、水原茂などの活躍で優勝。秋はこれらの選手が抜けたが、須田博士、藤本秀雄などの活躍で優勝、完全優勝を果たした。これで巨人軍は、4年連続の優勝である。このまま藤本貞義監督のもと、巨人軍の黄金時代が続くだろう。かと思われたが、どういうわけか藤本貞義監督は今月、市岡忠雄代表に辞表を提出し巨人軍を去ってしまった。来年からの巨人軍はどうなっていくのだろうか。今日は沢村栄治帰還後最初の登板日だな。そうだな。新生中島春康監督の下沢村はどんな動きを見せてくれるのだろうか。あれ、あの横手投げの投手は誰だ。あんな巨人軍の投手は見たことないぞ。あれはもしかして沢村じゃないか。まさかそんなわけない。確かにそうだな。あ、俺は沢村だな。こんな風に変わり果ててしまったか。残酷なことだな。おい沢村、体は大丈夫か。すいません中島監督、こんな姿を見せてしまうなんて恥ずかしい限りです。まさかあの沢村が5回と15失点とはな。ま、次の登板では元気な姿を見せてくれるんだろう。もちろんです。それならいい。身も期待しているからな。今日の試合の相手は宿敵の阪神軍だ。先発は沢村、さすがに今日は大丈夫だな。2回目の登板となった4月28日の試合も4回途中で降板、3回目となった6月19日の試合もリリースで出したというのに、打者7人相手に1つもアウトを取れずに降板。あんな姿は見せないでくれよ。わかっています。今日の試合が自分にとって最後の登板だというような感じで投げていきます。ああ、当然我々も期待しているからな。もうお前の投手人生はこれで終わりかもな。最初の2人は抑えることができたのに、いきなり制球を乱して4連続フォアボールで1失点。2回、3回にも失点して計5失点。あの沢村はいないのだな。監督、もう僕の野球人生は終わりました。
今までありがとうございました。少し勘違いしているな。お前は投げるのは難しいかもしれないが、投げ気が残っている。そっちの方で頑張ってくれないか。今は徴兵のせいで選手の人数が少ないんだ。そう簡単にはやめさせないよ。本当ですか。ありがとうございます。阪神軍対巨人軍の試合もついにみたいにの7延長になったな。ただ巨人軍は1アウト1塁2塁とチャンスを作れた。どういう作戦を取るのだろうか。次は打点王にもこの近いアウタだぞ。このまま打席に立たせて打たせるだろう。いや、あの選手は沢村じゃないか。青田は右打者なのに、あの選手は左打席に立っている。本当か。本当だろう。なんといっても投手の若林が一番驚いている。そうか、沢村としのぎを削ってきた若林がそうであるのならば、あれが沢村なのか。ああ、初球で勝負が終わってしまった。三塁へのファウルフライか。まあもしかしたら残りの試合、さらには来年も出てくるかもしれないから、その時に期待だな。そうだな。だが、この試合が沢村栄治の野球選手としての最後の試合となった。おかしい、新年となったのに巨人軍から契約書が届いていない。去年の暮れに代表の市岡さんのところを訪ねた時は来年も頑張ってくれと言われたのに。だからここ市岡さんのところに来た。市岡さん、沢村です。少し話したいことがあるので来ました。おお、沢村がちょうどいい。こちらから忘れていたことがあったんだ。そちらから話してくれ。はい、今年の契約書はまだでしょうか。早く欲しいのですが。やはりそれについてか答えるより先にこれを渡しておくよ。これは今年の選手名簿ですか。あれ、沢村栄治の名前が入っていないですが、書き忘れていませんか。いや、それで合っているんだ。つまりそういうことだ。そんなありえないですよ。ありえなくないよ。ということなんです。おかしくないですか、鈴木さん。ふむ、確かにそうだな。あの温厚な君が怒っているくらいだからな。もう一度冷静になって話し合ったらどんだい。もう無理ですよ。昨日の夜もう一度家まで行ったのですが、門前払いされました。会うことは無理でしょうね。そうか。実は違う球団から声をかけられているんです。だからそっちの方に行こうと思っているんです。何？ちなみにどこが？三宅さんの関係している、元は名古屋軍という名前の山陽軍と阪急軍の2球団です。なるほど。私はどこにも行かない方が良いと思うな。それはどういうことですか？やめろというのですか？君は巨人軍の沢村栄治、ジャイアンツの沢村栄治として日本、アメリカで名が通ってきた名投手だ。他の球団へは行かず、巨人軍の沢村栄治として野球人生を終わらせるべきだろう。わかりました。他の人にも聞いてみてからもう一度考えてみます。ああ、そうしなさい。その後、他の人の助言を聞いた沢村であったが、同じような答えが返ってきていた。そのため野球人沢村栄治の人生は幕を閉じた。さらに1944年10月には、沢村栄治3回目となる召集令状が届いた。一人娘が生まれてからわずか3ヶ月後の出来事だった。入営する日となったこの日、沢村栄治は、見送りに来た父親の健二と、京都駅から車に乗り込んだ。お父さん、やっぱり僕は道を間違っていたんだ。職業野球の世界は過酷でありすぎた。一回のサラリーマンでもいい。もっと堅実な方向へ進むべきだった。大投手なんておだてられて将来のことを考えずにいい気になっていたことがバカだったんだ。はい。到着いたしました。それじゃあお父さん、元気でいてね。僕も元気で頑張ってくるから。これが親子の最後の会話となった。12月2日、栄治が食した部隊を乗せた輸送船は、マニラに向かう途中、潜水艦の攻撃を受けた沈没。生存者は一人もいなかった。沢村栄治、享年27歳。お体はボールを投げるんやと宣言してからわずか17年の投手人生だった。沢村栄治が入営した11月13日は、職業野球が、翌年の全試合の中止を発表し活動停止を宣言していた。野球界の名投手は、最後まで野球と同調していた。もし、現代日本に沢村栄治がいたのならばどのような成績を残していたのだろうか。戦争に左右され続けた人生であった。終わり。